タハリール広場タハリール広場は、エジプトの首都カイロ中心部に位置する広場。タフリール広場とも、タハリール広場は、カイロ中心部のダウンタウンの中心に位置する。19世紀、イスマー・イール・パシャが、エジプト総督を務めていた時の都市計画で作られた広場である。当時はイスマー・イール広場と呼称されていたが、1919年のエジプト革命を境にして、 タハリール広場と呼称されるようになり、ナーセルラによる1952年の革命で正式に名称が変えられた。タハリールはアラビア語で解放の意味である。周辺は館長街で、広場のすぐ南にはモガンマーと呼ばれる政府のビルがある。また、広場の北にはエジプト考古学博物館が立地し、広場から約 1km 東にはアブディン宮殿が存在する。 最寄りの地下鉄駅は、佐田と駅でこの広場の真下にあり、駅の地下連絡路が広場を往来する、歩行者通路としての役割も担っている。普段は、回路交通の中心として、多くの車が通行する巨大なロータリーであるため、エジプトでは珍しく信号機が設置されているが、交通警察が、常時で信号で指示していることから、実態として信号機は全く機能していない。また、 ナイル川に沿って高級ホテルが立ち並ぶために観光客の姿も多い地区である。タハリール広場ではたびたび抗議行動が行われてきたが、中でも2011年のエジプト革命ではここがデモの中心部となり、1月25日のデモ発生から2月11日のムバラク、大統領辞任表明まで数百万人の市民が集合した。ありがとうございます。